はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、世界初、札幌の、プリン体ゼロの糖質ゼロの極ゼロです。はい、札幌ですね。アルコール度数 4%。第3のビールです。これは、うん。まあ、突筆することはないですね。まあいいや。とりあえず飲んでいきたいと思います。はい。あんまりね、買うことがなかったんで、こういうシリーズは。ちょっと、ね、期待をして。そして枝豆です。はい。どうやらですね、関係ないですけど、新潟県の人たちは、枝豆が、すっごい大好きらしいです。うん。どっかなんかテレビで見た。あのね、これのね、この量の、だいたい、4倍ぐらいで、が、食卓に出てきますね。マジです。初めて納得した、あれ。うん。うち、農家なんで、すごい、枝豆作ってるんですけど、もう毎日ね、最近はあれですね。枝豆。あ、やべ、止まんねえ。ということで、新潟人は、枝豆大好きです。じゃあ、乾杯。うん。うん。なんか、異様な香りがするのは、一体何なんだろう。ものすごい異様な香りがする。香りっつうか味っつうかこの、飲んだ後に鼻に香るその香り。よく言えばフルーティー。悪く言えばこれなんだって。意味不明な味がしますね。これ一体なんだ？え？なんだこれ？すっげえ変な味するな。別にまあまずいってほどまずくはないんだけど。何なんだろうこれ。いわゆる、ほら、ビールテイスト飲料の、によくある、酸味の、酸っぱい、あれのような感じの、味のような、何か。そういった何かがある。なんだこれ。なんだな。わからん。全くわからん。世界初プリン体ゼロ。0.00。まあ、つまりゼロですね。糖質ゼロと美味しさの両立への挑戦。というふうにいろいろ書いてありますけど、札幌のサイトにね。うん、個人的に別にこれはうまくはない。
うまくはないんですね。間違いなく。プリン体の本当知ってますか？そもそもプリン体って何者？ビールが好きな、ちょっと気になるプリン体。実はその正体は細胞の核の中にある遺伝子の構成成分で、人の体内で作られ、私たちの生命活動に重要な役割を果たしています。あ、そうなの？またプリン体は肉や魚、野菜、穀物などの細胞にも存在し、プリン体を多く含む食品を食べると、外からも体内に取り込まれます。うんうん、体の中で古い細胞が新陳代謝するとき、プリン体は尿酸に変わります。また、食品から取ったプリン体も尿酸に変わります。通常、尿酸は、尿や汗などから排泄され、体内で一定量が保たれています。ところが、生活習慣などの要因で、尿酸の生成と排出のバランスが崩れると、血液中に尿酸の濃度が高くなり、健康にも様々な影響が出るため、注意が必要です。だそうです。プリン体は1日 400mg 以下にと書いてありますけど、そんな知るかって。そんなもん知ったことじゃない、うん。そんなもん知ったことじゃないっていうことで、俺はもう食いまくってますけどね。食いまくってるっていうか、飲みまくってますけどね。うん、まあ、どうでもいいんだかね。個人的にプリン体を気にしてね、酒なんて飲んでらんねえんで、知ったことじゃないお話です。まあ、いわゆるあれですね。体を気にしてタバコが吸ってられるかっていう話、うん。で、全く関係ない話ですけど、以前俺がお気に入りのに登録したブログっていうか、まあ、ブログですかね。ブログなのか、これは。サイトか。で、ワールドビール。ビール、地ビール、世界のビールっていう、サイトがあるんですけど。そちらちょっとね、いろいろ見てたんですが。じゃ、この人の極ゼロの評価を、ちょっと、見てみましょうか。ありましたね。まず。これは、コクが二つ星、喉越し三つ星、苦味二つ星、違う、喉越し三つ星、苦味三つ星、甘味三つ星、総合評価二つ星です。うん。まさに妥当。詳細の方には、世界初プリン体、糖質の、二つゼロ。アルコール度数 4% の第4のビール。新ジャンルビールです。口に含むとハーブや黄金糖のような風味が感じられ。あれ？黄金糖じゃなくて、コンペイ糖かこれ。黄金糖ってこれ、よくわかんない。コンペイ糖って読むのかな？酸化したビールのような味わいもあり、後味には人工的な苦味、甘みが残ります。ノンアルコールビールにありがちな不自然さ。ビール風飲料といった感じはありますが、これ本当にさ、この人すげえな。俺が言ったことと大体同じような、俺が思ったことと同じようなこと書いてる。さっきほら、ビールテイスト飲料っていうことでこれ言ったけど、本当なんかビールテイスト飲料に非常に似てるんですよね、これね。うん。何かこの変な違和感のこの味みたいなのが。
プリン体糖質ゼロだけでなく、カロリーも 100ml あたり 26kcal と低く抑えられているので、健康志向の人にとっては嬉しいのではないでしょうか。これ、コンペイ糖って読むのか、黄金糖って読むの。違ったし。コンペイ糖じゃなかったし。黄金糖？あ。ああ、これか、この。飴か。豆。なんか金色の飴あったよね。こんな飴。ああ、あったあった。この味するわ、確かに。この黄金と同じするわ。よくもまあそこまで、ねえ、的確にそのあれが出てくるわ、この人。すっげえな。確かにこれ昔食った。なんかこの金色のさ、色が綺麗だからさ、なんかついついさ、なんか食べたくなっちゃうみたいな。この黄金と金色のなんかね、四角い飴ですね。まあ見た目はほら、見た目ってかまあ飴なんですけど、ただの。見た目が金色なんで、すごい、なんか、子供の頃はすごいなんか、おーみたいな感じで食ってましたけどね。あ、確かにこれ黄金、その黄金糖の味がなんかするわ。甘さが。一瞬ぐわっときて、その甘さが押し寄せてくるんですよ。うわ。普通にまずいんだけど。だいたいこれがビールっていうその、なんていうかな。さっき、札幌の、そこにあったけど、サイトにね。なんか美味しさがどうのこうのとか言ってたけど、全然うまくねえから。何を言っとるんだ、貴様。もう、これはもう二度と買わないですね。まあ二度と買わないです。間違いない。だいたい俺三つ星以下は、まあ基本的に二度と買ってないレベルですけどね。四つ星以上じゃないと買わない。で、ここのサイトなんですけど、またしてもちょっとね、いろいろ見てたんですが、これね、この人よくわかってるんだわ。本当に、ここの人。あのね、この朝日のスーパードライを見てみると、これね、コクが四つ星なんですよ。いいですか？コク四つ星、喉越し四つ星、苦味三つ星、甘み、三つ星。総合評価が三つ星なんです。うん、ね。ここの突筆したいのが、コク四つ星なんですよ。五つ星中のね。んで、これに比較して、一番絞り、キリンの、一番絞りです。こちらを見てみるとですね、俺が思った通りのことを書いてくれてる、この人は。すごいと思った。これ一番絞り見てみます。はい。コクが二つ星なんですよ。この人。一番絞り、コクが二つ星、喉越し三つ星、苦味二つ星、甘み二つ星、総合評価二つ星なんですよ。コクがね、もう明らかに、スーパードライの方があるっていう回答してくれてる。ね。一般的にね、見てね。一番絞りだから、ほら、コクがあるじゃないか、みたいな。なんかその先入観か知らないけど、絶対的に、で、しかもスーパードライはドライだから、なんかコクがないとかっていう勝手ななんか先入観があると思うんですけど、
もう俺もね、真逆だと思ってたんですよね。今までずっと。で、俺が、もう、唯一、その、こういうサイトで、なんか、そう、俺と同じことをね、思ってくれてる人がいたんだなって。うん。すげえなぁと思って。だからね、一番絞りってね、はっきり言ってコクがないんですよ。全然。スーパードライの方が、コクがあるんです。マジでこれがね、2チャンネルとかにもね、ガチで一番絞りの方が、なんかコクがあるとか、わけわからんこと言って、スーパードライとかマジで、コクなさすぎとか、いう感じの書き込みが見られますけど、お前何やっとんの？何言っとんの？って感じですね。はっきり言って。お前ら何言っとんの？って。アホちゃうの？っていう感じです。俺の中だと。ようやくなんか、俺だけかなって、ずっと思ってたんですけど、うん、ようやく理解者が、いてくれてよかったわ。マジ。うん、ほんとこの人はね、多分味覚が俺に似てるね。おそらく。味覚っていうか、好みというか、なんていうか、あれが非常に似てる、だと思います。これはね、うん。すごい。この人すごい、うん。なんか自分を自画自賛しているような感じがするけど。うん、この、一番絞りより、スーパードライの方が、コクがあるっていう、その、なんていうかな。その素晴らしさ。それをビシッとこう、伝えてくれたような、素晴らしさ。だからね、一番絞りってね、確かに見た目はすごい。見た目っていうかパッケージはいいんですよ。すごい。すごいなんか、うまそうなんですけど、実際飲んでみると、ぶっちゃけた話、全然なんです。うん、正直。薄いし、ね、濃くないし、苦味もないし、なんだこれ？という感じです。まあ、さすが、ね、スーパードライ売れてるだけあるか。やはり。さすが売れてるだけある。だって、ね、スーパードライは、唯一、さっき書いてあったけど、唯一、1億箱、突破してるらしいんです。スーパードライ。日本のビールで唯一年間1億箱、1箱イコール大瓶20本換算。1箱イコール 12.66 リッター換算を超えてるベストセラー。味の方はすっきりとしていながらも、しっかりとした飲み応えがあり、味のバランスがとってもよく飲みやすいビールです。おい。すげえな。私は朝日さんのビールがとても好きなので、何にでも合うこのビールを一番よく飲んでいます。おー。
これからビールを飲み始めようと思っている方にもぜひ一度飲んでみてください。おすすめです。それなんだけど、総合評価三つ星って言うんですけどね。まあ、まあいいでしょう。ね。という感じなんです。まあ俺だったらこれ四つ星つけてるんですけどね。スーパードライだね。うまい。まあ、スーパードライってほら、スーパードライっていうか、ドライみたいな、くせに、コクがあるんです。まあ、うん、まあいいや。もうこれ以上なんか言うとなんか、あれになるんで。もうものすごくなんか、長くなりそうなんで、やめます。にしたってこの極ゼロはちょっと、どう見てもなんかこのビールテイスト飲料のパクリみたいな。だってさ、うわ、まず、プリン体ゼロでしょ？糖質ゼロ。何か、ね、見たことのある数字だなって。ゼロ、ゼロって歌ってるけど、やっぱりほら、ビールテイスト飲料ってほら、糖質もゼロだし。なんかなんとかがゼロとかあるじゃん。あ、カロリーじゃなくて、糖質ゼロでカロリーゼロで、アルコールゼロか。とかね。わけわからんことで抜かすでしょ。もうそれにそっくりなんですよ。これは。ただアルコールが 4% 入ってるだけの、ビールテイスト飲料にアルコール 4% 入れただけの、ものみたいになってまずい。これは。うん。もう個人的にビールテイスト飲料って変わらん、この味は。もう。あ、こういう部類かっていう感じです。これは買わん方がいいです。うん。まあ買わん方がいいっていうか、買わん方がいいというは言わんけど、少なくとも、ちょっと一回買ってみって、逆に。まずいから。ちょっと一回買ってみ、これまずいから。っていう、俺がよく言うパターンですね。まずいやつちょっと買ってみって。もう二度と買わんくなるからって。逆におすすめしたくなる。あの、ビールですね。こんなにまずいビールないでーっていう。いや、新潟人なのにまだ、あの、関西弁が抜けてない。ね。まあ、俺、4年間、大阪住んでたんで、うん。一人暮らししてたんですよ。だからちょっと、まだ抜けてない。たまに出るんですよ。まあそういったことって、まあそんなもんでしょうかね。うん。ただ二つ星か一つ星かで悩むんですよ。ちょっと。ちょっと揺らぐんですよね。こんだけボロクソ言っついて、どうしようかな。まあ、個人的に二つ星も一つ星も変わんねえからな。ぶっちゃけ。大して変わらないですよ。俺の中だと。だって、うん。まあ、一つ星だな、これ。一つ星。これまずい。逆におすすめするわ、まずいから。うん。逆に。逆にちょっと、おすすめ。まあ、でも、俺が一番まずいと思ったビールテイスト飲料じゃねえや。ビール。まあ、第三のビールですけど。は、もう、間違いなく、
あれなんだっけな。あれ？なんだっけ？ほら、あれ吐きそうになったんだよな。あの、エンドウ豆使ってるやつ。安倍博士の CM だったやつ。ドラフト1。ドラフト1ですよ。あれはもう、ナンバーワンです、ね。あれ、揺るぎないですね。今のところ。一つ星の中でも、ひときわね、俺の中で、すごい輝いてる。だって吐きそうになったんだよ。あれ、マジで。うえっつって、えずいて吐きそうになってるっていう。伝説的なまずさ。ガチです。あれはもう、むしろ飲まない方がいい。逆に、吐きそうになる。吐きそうになるから、俺も絶対飲まない。吐きそうになるぐらいまずいって、どんだけっていうぐらいの、レベルの、ビールですよね。あそこまでまずいのは、ないわ、うん。ということで、一つ、ご視聴ありがとうございました。